そろそろお嫁に行きたいのよね。でもスラシちゃん、結婚相手の条件がちょっと高すぎるんじゃない？あれでしょ、あの視力裸眼で 1.5 とかがいいんでしょ？だって子供残すのにいい遺伝子欲しいでしょ。でもさ、あと給料とかなんかギャンブルはここら辺までとか、なんか貯蓄がないととか言うんでしょ。だってこの後自分の仕事が続くかどうかわからないんだもの。ほら、結婚式ばかり出席して送り人とか言われてるじゃないよ。そういう言われてる場合じゃないわよ。もうちょっと現実見た方がいいんじゃないの。ああ、どっかに神木隆之介くんが落ちてないかな。もうこれはありがとうございます。どうしてこんな台本を。これあれじゃないですか、ソダシじゃなくて明坂さんの話じゃないですか。いやいやいや、ソダシの話ですよね。ソダシの話ですよ、はい。これソダシがかわいそうになっちゃわません。まあソダシはね、ソダシじゃなくて明坂さんの話ですか。白い馬明坂さんじゃないですか。いい遺伝子を残し、それからね、あの仕事も先が見えないから見えるように、そう、貯蓄とかが必要だよねっていうソダシちゃんの心の、そうです、ソダシちゃんの、ソダシちゃんでいいんですか、心の叫びですということです。明坂さんの心の叫びみたいになって歌うように感じたんですけど、あのテレ朝の動画の中で、はい、テレ朝の動画始めてみましたの中でも神木隆之介さんが大好きだっていう話されてましたよね。そうなんです。そのアニソン神曲カバーでしょでしょっていうやつに出させてもらって、うん、そのカバーをするっていうのがメインなんで、うん、カバーの部分とトークパート分かれて、あのこうアップされてるんですけど、私だけカバーよりもトークパートの方が再生数が上回ってなんでなんだろうってずっと思いながら見てるんですけど。番組前にね、このロガールの中でもそういうなんかこう婚活番組みたいなやってたんですよね。そうなんです。最終的にあの嫁にてタイトルだったので、はい、最後は嫁に行けるようにこんなの用意してみましたってスタッフさんが用意したのが、婚活の写真をめちゃめちゃにうまく撮るっていうスタジオさんで、綺麗な写真撮って、で、あのそれからそれこそこのなんだろう、あのバミアクリル板くらいのサイズで、こんなのできましたって撮られたんですけど、別に私そのどっか相談所とか行く予定がなかったんで、事務所に持ち帰って事務所でずっと崇められてて。いや、いいっすよねこれね。もう明坂さとみの嫁入りっていう番組だったんですね。そうですね。その後番組終わってから嫁入りはできたんですか。そう、あのゲストの方相当嫁入りしました。ゲストはそうですよね、じゃあキューピッドいっぱいされたってことですね。そうですね。それでは最初のコーナーはこちらです。穴馬未来予想。はい、こちらはですね、競馬の枠順というものが決まるのがレースの週の直前の金曜日なんですね。まあ今日金曜日ですので、今週の、天皇賞秋はもう出てるんですけど、来週の、まあ、競馬の予想はまだ出てない、わからない、枠順もまだ全く出てない、枠順も全く出ておりませんね、はい、ということで、あの出走予定もまだ確定していない状態で、穴馬になりそうな馬を、まあ、我々で紹介するというかなりギャンブルなコーナーとなっております、はい、そうですね。最悪ここで予想したのが全員出てこないって可能性もあると思うんですね。ありました。でも千葉さんはそれをドヤ顔で紹介するっていう。そうです、そうです、しかももう常に自信満々なんですよね、はい、絶対に出馬するっていうふうに言ってるんですけど、もちろん出走しないこともあるっていう。そう、はい、あの挙句ね、抽選で落ちて、うん、ものすごく熱く語って抽選で落ちてこうフェードアウトさせられたこととか ね、いろいろありますね、はい、最近あったっていう話もね。で今回予想するのがですね、アルゼンチン共和国杯。はい、アルゼンチン共和国杯、はい、なんでアルゼンチン共和国杯なの。これね、まあ、あのアルゼンチン、まあ、日本とアルゼンチンってあの少なからず、まあ、関係、まあ、貿易とかね、うん、あのも含めて関係あるんですけども、まあ、日本とアルゼンチンの友好の、これ どこでなぜこの友好と親善の一環として創設されたレースって、1963年で僕の生まれる前なんですけど、まだ、うん、創設されたそうなんですけど、うんうん、
なんでそれを東京競馬場の芝 2500m でアルゼンチン競馬会をやるかはちょっと俺もよくわかんないんですけど、何ですかね、それこそ馬がこっちに来たとか何か縁があるのかもしれないです ね、まあ、ですね、今回の出馬予定だから出走予定の馬の中にアルゼンチンの馬さんがいるとかですか。いや全然全くそんなことはないですね。アルゼンチン絡みの馬が出ることすら珍しいです。でこのアルゼンチン共和国杯、私今までずっと G1 やってきたじゃないですか、このアルゼンチン共和国杯も G1、これ G2 で G2 ですね。なんでこのシーズン G 今だって私はこの番組始まった当初 G1 シーズンですって、はい、G1 シーズンって、はい、言いましたね、はい、でも G1 シーズンなのに G2 なんです、はいはい、だから毎週いろんな条件で G1 するわけですけども、はい、まあ、G1 というのは要はその上積みの部分ですよね、こうピラミッドの一番頂点の部分の馬が出てくるわけですよ、うん、そうって言ってましたよ ね。でも言ったらそのまあ、ジャンル自体は割とたくさんあるんで毎週のように G1 やってるんですけど、うん、ちょっとね隙間を1個ぐらい設けとかないと、うん、まあ、要するにこうもう材料がないよみたいな馬たちが疲れちゃってる、はい、で一応ねこのアルゼンチン共和国杯の州は、まあ、アルゼンチン共和国杯がまあメインの一つなんですけど、地方競馬って言って、はい、JRA 以外にも競馬ありますけども、うん、そちらの方であの JBC っていうまあ、大きなイベントがあるんで、まあ、そちらとの 共存みたいなのも考えてこちら G2 の週を設けてあるんじゃないかなと、あ、すごい分かりやすい、個人的には思っております。これはですね、あのサッカー日本代表の試合があるときは J リーグはお休みっていうのと同じですね。まあ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 近いんじゃないですかね、うん、はいはい、そのようなあのどちらも並び立つような感じで、うん、いろんな調整もされているのもまあ一因だとは思いますね。全部じゃないですけども、これあれあのどんなあれなんですか、レースとしてはこう例えば今まで菊花賞とか秋華賞とかいろいろあったじゃないですか、はい、で中にはこう例えば3歳馬しか出られませんとか、あと何メートルとかそういろいろありましたけど、このアルゼンチン共和国杯はどうなんですか。そうですね、このアルゼンチン共和国杯っていうのはあのそういう言ったらば G1 シーズンのこう中長距離っていう、まあ、あのクラシックディスタンスとかの、うんうん、まあ、秋の三冠っていうのがありますよね、うん、そこ の, ちょ, その、まあ、ちょっと間ぐらいにあって、次にそういう大きいレースを目指すっていう馬が出るっていうのが一つと、ちょっと G1 には足らないから、こちらを目指そうっていう、あ、じゃあ本気でこのアルゼンチン共和国杯を狙ってきてる。そうですね、まあまあそう、あの馬の場合、まあ、どうしてもヒエラルキーがあるんで、うん、G1 にはではちょっと足りないんだけど、ここでまあ1個重賞勝とうみたいな感じでここを走る馬みたいなのもいますね、うん、助走をつけて次のためにとかっていう馬、うん、馬もいます、まあ、若い馬でそういう馬もいますし、まあ7歳8歳になってベテランの、うん、まあ、安定して1位を取りに行こ う, って、ね、そうこの辺の G2 を、うん、まあ、目標として1年間のローテーションの中に組み込んでるみたいなタイプもいます。あの台本読んでると、うん、芝 2500m のハンデキャップ競争、まあ、はいはい、これ何ですか、あの借り物競争みたいな感じで、速い人はあのハードルとかがついててそれを飛ばなきゃいけないとか、あ、そう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 、そう、そのね、その考え方で、まあ、そんなに間違ってないんですよ実は。強いであろうと目される馬にの方が、背負う重り、そう、馬体あの負担重量が重くなるっていう。なるほど、騎手乗せるって走るじゃないですか、はいはいはい、ジョッキーの体重はみんな50キロちょっとぐらいしか ないわけですよ、うん、で、それに、まあ、馬装とか、合わせて、そのいわゆる負担重量と呼ばれる形で、まあまあ、いくらか背負って走るわけですよ、ね、重りを、そうです、そうです、あのジョッキーも含めて、はい、でそれが、まあ、定量っていう時には年齢ごと、普通は年齢とか性別ごとに決まってるんですよね。あ、そのそうそうそう、ジョッキーを含めた負担重量というのは決まってるんですけど、ハンデキャップ競争というのはそれをちょっと一回取っ払って傾斜をつけてってことですか。そうです、そうです、強そうな馬に重いあの負担重量を背負わせるということは、めちゃくちゃ平等フラットな感じになるってことなんですか、その重りによって。一応ね、一応あの理想としては、全馬同時にゴールするように、まあ、負担重量を調整する、まあ、実際そんなことありえないですけど、予想しにくい。確かに。あ、でも考えてみたら、私たちとウサインボルトが一緒に走りますって言って、ウサインボルトにじゃ あのなんかペットボトルとか大量に持って走ってくださいって言っても、やっぱりウサインボルトはウサインボルトで勝っちゃうんじゃないかなと思うんですけど。まあ、このハンデ競争自体の考え方自体は分かりやすいですよね、うん、要はあの強い方が重い、強いというか、まあ、あの実績がある方が、重い負担重量を負うという形になるんですね。体が重くなるからその分こう走るのが遅くなるかもしれないっていうことですね、うん、あのよくね、こう馬ってまあ500キロぐらい
あるんですけども、うん、でその負担重量ってこう、まあ、軽いもので48キロ重いもので60キロぐらいなんですが、実際こう500キロのものが上が50キロになるのか51キロになるのかでそんなに違うんですかってよく、うん、まあ、そんな気がしてるんだよね、疑問に思うんですけど、でもね、考えてみてください。これ2500メートル走って最後あの5センチ差とか10センチ差のことも結構あるんですよ、競馬って。そうなるとそこの上に乗ってる人の重さっていうのは、そう1キロ違えば全然違うでしょ、そら、みたいな話。確かにそうです。私犬実家でも犬飼ってるんですけど、全然話変わるかもしれないけど、私、はいはい、家で飼ってる犬2キロなんですね、はいはいはい、実家で飼ってる犬5キロなんですよ、はいはいはい、最初持ち上げた時はやっぱり2キロ軽いなって思うけど、別に5キロ持ってるのもそんなに重いなと思わないんですけど、1時間ずっと持ち続けるともう下ろしてってずっと思うんですよ思うんだ、5キロ重いみたいな。そういうことですよね。そう、まあそういうことでしょうね。あの3分間全力で走る、まあ2分間以上全力で走って、で最後は言ったらそんな 何十メートルも差がつくわけじゃないので、うん、まあ1キロでもそれは大きいんじゃないですかというのが。確かにそれはそうですね、では出走予定馬というのがもう今のところ出ていまして、はい、まあ、そうですね、はい、なんとなく大体分かっておりますけども、はい、あのこの台本にもありますけれども、はいはい、ね、どうですか秋坂さん、この中で、はい、私知っているのは奇跡しか、実は、うん、そうなんですね、そうなんです。ただ里野とか、うん、結構この名前は系譜なのかなみたいなの、里野なんとかって聞いたことあります。あ、そうですね、あの、うん、同じようなあの、うん、まあ、冠名というんですけども、冠の名と書いて冠名といって、その、まあ、里見オーナーっていう方が、持つ馬には里野なんとかみたいな、うん、名字みたいなのを作ることがあります。里のソルタスとかは、そう、まあ、里のダイヤモンドみたいな。里のダイヤモンド聞いたことあります、はい、その持ってる同じオーナーの方が持ってる馬ですね。まあ、里見オーナーは結構大オーナーなんで年間何十頭も持ってらっしゃいますけども、まあ、そのうちの1頭ということになります。明坂、はい、さんは奇跡、はい、奇跡かなって思います、うん、まあ、ただジョッキーとかにもよりますし、あのちょっと調べたら奇跡自体はそこまで強いというほどではないっていう強かったですよ、強いし、あの、もう一流の馬ではあるんですけども、うん、まあ、ずっとトップレベルで走ってきて、うん、まあまあ、 あのもう7歳なので、そう、ちょっとお年が召してしまったっていうところで、お年は召してらっしゃいますね。なるほど、ちょっと予想がつかないかなと思うわ、うんうん、私はですね、また名前で選びました、うん、はい、ロードマイウェイ。あ、ロードマイウェイ強い名前、はい、でなんか私すごい自分がゴーイングマイウェイなんですよ、はい、ゴーイングマイウェイですか、はい、そうですね、なんかね、なんかだからちょっと似てるんじゃないかなって、うん、このロードマイウェイが、ロードマイウェイね、自分の道を感じで、もしかしたらめちゃくちゃ、うん、そのゴーイングマイウェイすぎて遅いパターンもあるかなと思うんですよ、ロードマイウェイが。もう失礼なこと言わないでください、ね、名前的にはただなんかこう自分にちょっと似てるのかなっていう名前だけで。なるほどね、はい、なんでちょっとロードマイウェイちょっと押したいなって、まあ、いい馬ですよ、もうオープンってね、あのちょっとね、京都大賞典、京都大賞典あたりでポーンと勝つとね、もうまたもう一皮向けたかなという感じではあったんですけども、はい、いいですね、ロードマイウェイ。なんかマイウェイっていいですね、マイウェイいいですね、はい、なんかみんながうちに入ってるのにロードマイウェイだけずっと外で走ってるとかそんなことないですよ、非常に非常に素直ないい馬ですよ、この馬、はい、それは遠回り遠回りでも勝つみたいな、はい、千葉さんはいかがですか。はい、まあ、未来予想ですけども、もう出てきたら本命にしようかなと思ったのがゴーストです。あ、名前がすごいなと思ったんですよ、うん、幽霊だからきっと透明だからどの馬とぶつかっても平気なのかなと思った。いや、そんなことはないです実在しますね、実存してますし、ちゃんと質量もありますね、ゴーストは。足浮いてるからなんかあの重量つけられても関係ないのかなとか。いや、まあ、そんなことはないですね、実際あの500キロ の, あの大きな、ただね、足毛なんですよ、白い、まあ、白いっていうか真っ白じゃないんですよ、育ちみたいな真っ白じゃないんですけど、足毛オフリキャップみたいなイメージ、ね、まあ、そうですね、まあ、イメージとして、うん、言ってましたよね、ここまで白いのは珍しいけど足毛はなかなかちょっといるよみたいな。足毛はそうですね、うん、あの足毛はまあ何パーセントかいるんで、もともとね、その足毛のすごく有名な馬で、灰色の幽霊って呼ばれた馬が、やっぱ幽霊なんじゃないですか、ゴーストまあ幽霊なんですけど、場面的にはね、はい、あのまあ昔いたそういうネイティブダンサーとかのあだ名から名前を取ったのかもしれませんね、同じ足毛なんで、はい、で、ゴーストですよ。何がゴーストって言われて、ゴーストって言ったら、例えばこのゴーストって単語って何を思い出すんだろうと思って、この世代によって、うんうん、ゴーストバスターですよ、古いでも新しいのやってましたから、この前映画、うん、びっくりした、新しいのやってたんだっけ。やってましたよ。あ、そうです。明坂さんだとゴースト、
いやもうでもゴーストそっちのイメージとディズニーランドのハロウィンのイメージしかないですね。ああはい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 、はい、僕らの年代だとゴーストといえばもうほぼみんな履修してるのがあのデミムーアの映画ゴーストニューヨークの幻です。有名な知らないです。えマジかあのダンスするやつですよね男女で。そう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 、あの恋人が殺されちゃって、幽霊になるっていう映画なんですけど、そうなんですねいやすごいね、ろくろ回したりするんですけどそっと解除の手があるんだけれども それは触れられてないみたいな、はいはい、そういやあの名画だと思うんですけどもキョトンとされたんで。まあでもね、その映画自体は恋愛映画なんですか。恋愛映画ですね。あ、まあ、コメディでもないな、フーピーゴールドバーグが出てるんでついコメディに思っちゃうんですけど、コメディでもないですね。あのちゃんと恋愛映画で、うん、1990年ぐらいかな、なんで生まれてはないのでね、言われて90年生まれてないですね。生まれてないんでね、はい、もう本当ね年を感じますねこういう時にねあのこのゴーストは女の子なんですか男の子なんですか。センバですね。センバってわかります。男の子ですか。ね、男の子は ボバです。そっか今もうあれだ、はい、はい、センバわかります。いいですか、はい、虚勢してる。あそうですね、はい、やったそうです、この血統というか、お父さんお母さん有名なんですか。まあ、お父さんは、ね、初くらいでその、まあ、ディープインパクトと一緒にレースして勝ったりとかしてる、まあ、名馬なんですけども、お母さんはね、まあまあ、日本ではそんなに有名ではないと思います。外国の馬、まあ、ですね。これお父さん有名じゃないですかね、お母さんはね、まあ、あのちょっとね気性いい馬出すんですけど、この馬、まあ、この馬もいい馬なんですけど、その兄弟もね、あのなん悪い馬じゃないんですけど、なんせね気性がうるさいのが多そうで、ということは気性がうるさいっていうのはどういうことなんですか。荒い虚勢するのってそれだけが理由じゃないんですけど、ものすごく激しい馬をちょっとおとなしくする効果があるのその一因でもありますね。犬とか猫もそうですもんね、虚勢すると。あそうでしょ、変わるでしょ、静かになったりとか、あの性格がガラッと変わったりしょ、うん、まあ、あの実際ね馬のサラブレッドの虚勢の場合、その気象面とか筋肉の質とかいろいろあるんで、あの一概には言えないし、ちょっとこの馬が虚勢した理由も知らないんですけど、これ兄弟も男馬の兄弟他にもいて、他の馬も結構虚勢されてるんで、あじゃあもう暴れの人よっぽどうるさいんだろうなと思うんですね。暴れ馬なんですね、はい、うん、でゴースト自身もね、ちょっとね難しいとかある馬なんですけども、うん、で実際ね全然人気ないと思うんですよね。あそうなんですか、うん、今どうなんですか、勝ってる今まではどういう成績ね、なんていうかもうぼちぼちとしか言いようがない感じの、あじゃあもうトップ3とかには全然入ってない。全然入らないと思います、はい、まだその重賞ではほぼほぼその実績ありませんので、逆にここで勝てば人間になれるかもしれないってことですね。ゴーストからね、うん、解明はできるんですか。いや解明はね、あ昔はねできたんですけども、そうなんですね、今はね、はい、今は基本的にはやらしないと思います。昔はねあのレースで走ってる時と繁殖入りした時で名前が変わったりとか、今でもね外国では、オーナーが変わった時に名前が変わったりということは外国ではあるんですけど、日本ではね今もうないはずですね。じゃあゴーストは一生ゴーストとして、ゴーストのままですね。ゴーストは一生ゴーストですね、はい、足が生えたゴーストとして。そうですそうです、はい、実在の馬ですね。頑張ってほしいですね、はい、さあ今まで私たちがこうね注目馬を予想してきましたけど果たしてこの馬がそもそも出走するのかっていうところもぜひ皆さん注目してご覧いただければと思います、はい、そんなとこ注目されても困るんですけどね出てきたらいい勝負すると思いますよという話ですね。そしてこのアルゼンチン共和国杯のレース展開や買い目情報などは枠順確定後にノートで千葉さんが書いてくださいますので公開します、はい、よろしくお願いします。有馬記念の頃には競馬に恋するための10のきっかけ、イエーイ、はい、こちらのコーナーは競馬初心者の私三谷がですね、うん、競馬記者の千葉さんから競馬の楽しみ方を一つずつ学んでいこうというコーナーでございます。今回も明坂さん一緒に学んでいきましょう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回のテーマなんですけれども、千葉さんどんなテーマでやりますか今回。はい、今回のテーマはですね、はい、こちらですね、まあざっくりこんな感じでございます。血統、はい、血統ですね。あ、奇跡ちゃんだ。奇跡です。まあ、はい、あのこのまあ奇跡ね、G1 勝ってるし、まあ、長いこと頑張ってくれてるし、うん、なおかつね多分わりかしね有名な馬で構成されてるんで、うん、本当だ、エアグルーヴ、ディープインパクト。そうそう、エアグルーヴとかディープインパクトとかね、うん、
まあ、有名な馬で構成されてるんでちょうどいいかなと思って決闘表に登場していただいたんですけど、これって分かります意味全然分かんないですね。ですよね、はい、これね、奇跡の決闘って言ってあの、奇跡の決闘って奇跡ってあのミラクルの決闘じゃなくて奇跡って馬の決闘ですね、はい、こちらがね、ルーラーシップ、はい、これがお父さんです、はい、で、お母さんがブリッツフィナーレ、はい、でこのルーラーシップのお父さんお母さんがこちらのじゃあおじいちゃんおばあちゃん、そうそうそう、馬から本場から見て奇跡から見たらあのおじいちゃんおばあちゃん祖父代になりますね、うん、はい、キングルーラーシップはつまりお父さんがキングカメハメハ、お母さんがエアグルーブ、はい、でこのブリッツフィナーレも同じことですね、ディープインパクトがお父さんで、っていうのを繰り返してすごいおじいちゃん2人持ってますね、キングカメハメハとディープインパクト、そう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 、でこれ、サラブレッドはだいたい200年分ぐらいを遡れるようになって、まあ、全馬がねサラブレッドと呼ばれるあの品種は全て200年以上は遡れる、ひいおばあちゃん、ひいひいおばあちゃんまで、そうですね、サラブレッド更新が早いんでね、もう遡ったらもう十何代とかもっと遡れますかね、できてきたのはもう、まあ、った1700年代なので、まあ300年も経ってませんから、あまあそんなね、まあ、でもまあ大したもんですよ。 だって言ったら今世の中に存在するサラブレッドは少なくともこう200〜300年分は来歴が遡れるんで、すごい、だって人間だってちょっと結構厳しいでしょ。いや分かんないですよ私も、ね、ひいひいおばあちゃんの先分かんないですよ、ですよね、だから結構厳しいんですけど、うん、そのサラブレッドはその辺、そうやってきっちり管理してるからサラブレッドと呼ばれるということになってますね。でこの血統っていうのはなんでそんなに大事なんですか、はい、あのお父さんが一緒の馬がこう何頭かいたら違うお父さんの馬 と要は明らかにこうカテゴライザーズされるわけですよね、うん、分野分けされるわけ で天皇賞とかもまさしくだってディープインパクトが何頭も出てましたよね、めちゃくちゃ多かったですもんね、多かったですね、はい、だから要は優秀なお父さんが優秀な子供をまあ出しやすいですよ、うん、絶対出すわけじゃないです、うん、出しやすいので、うん、でサラブレッドっていうのはそもそもその優秀な馬をさらに優秀な馬が出たらその優秀な馬がまた繁殖してみたいなのを繰り返しているものなので、なので、まあ、とても、まあ、血統で走るようなもんだと、どんな家系で生まれようと努力をすれば、うん、自分の好きなようにできるっていうこともあるじゃないですか、ありますよね、その結果を残せる、はい、勉強もそうですし、うん、スポーツもそうですけど、うん、大間さんはそうではないってことなんですか、まあ、あのただね今サラブレッドって言われてるものは言ったら 7、8 代遡ったら全部名馬なわけですよ、うん、 でもまあまあまあ、 あの実際に例えば病欠っていう言い方するんですけど、はい、うん、それはあのものすごい名門もう代々、このだ何代も何代もずっといい馬を出してる、まあ、名門品系っていうんですけど、そういうのの出身か、そう、まあ、せいぜいお母さんおばあさんぐらいがものすごい懲罰の活躍をした馬ぐらいしか、まあもう良血、だってサラブレッド自体が良血っていう意味なんで実際、その中でさらに良血っていうとその中から限られたものになってはいきますね。でまあそのただ、あんまり要は何代も活躍した馬が出てない ところから品系から突然強い馬が出るっていうのは、まあ、たまに、あ、それはそれであるんですね、まあ、稀に、まあ、毎回毎回ではないですけど最近もあんま聞かなくなりましたけど、それこそゲームで有名なオグリキャップとかは別にあれ良血じゃないわけじゃないんですけど、走る要素は十分持ってたんですけど、まあ、どちらかというと地味なところから、確か地方から始まってるんですもんね、そうです、笠松競馬場ってとこからスタートして血統もまあ、いいとこはあるんだけどそんなに派手じゃないところから、まあ、それでまあ大活躍したっていうようなことはなくはないです。そうするとこう私みたいなこう明坂さんもそうですけど、うん、初心者がそのじゃあ血統を気にするってなると、どの馬がから生まれてるとか、どの馬がお父さんとかっていうのを見るのがいいのかとか気になります。あ、そうですね、あのね血統はね最初は、まあ、僕は個人的なものは気にしない方がいいと思うんですね、最初。ただ、まあ、しばらく競馬見てると、なんとなくね同じ馬、まあ、例えばお父さんが同じだったりとかで、まあ、要はディープサンクを買ってるうちにディープサンクでよく当たるとかになると、他のディープサンクを気にするようになるわけですよ、うん、要はその属性を、まあ、当たってる方からこう遡っていくような形で、うんうんうん、まずは、まあ、とりあえず競馬を見てみて、その時に勝った馬の血統を見てみる、血統見たらお父さん何々お母さん何々ってなってますよね。後付けみたいな感じ、後付けみたいな感じでやる方が、あ、なんか楽しめるとは思いますね、うん、いきなり、こ
この道悪だからバゴ買った方がいいよみたいなことを言わなくてもまあ大丈夫だと思います。そんなのはね後々ねどうせ分かってくるんで、あのやってるうちに、うん、でもこうこの間の天皇賞秋についてもそうですけど、うん、ディープインパクトがお父さんっていうのがすごい多かったじゃないですか。すごい多いですね。そうやって考えると異母兄弟みたいなのがいっぱいいるっていうことですね。そうですね、異母兄弟はあのそれこそ1世代に100頭以上ディープだったりいますよね。ただもう競馬の世界ではそういうふうに種牡馬は年間100頭200頭、種付けするので、お母さんが違う場合はもう兄弟と呼ばないんですよね。へー、あ、じゃあ中にはディープインパクトが種付けをしたお母さんが同じで本物の兄弟みたいな子もいるんですか？あ、両方、要はお父さんもお母さんも一緒で、はい、ってお母さんはもちろんいます。明坂さん、はい、この血統で私あのそう血統気になってるのが、はい、日本の馬はノーザンテイストでしたっけ？ノーザンテイストそうっていう馬からなんか結構来ていてなんかその遡るとになるんですけど、大体このお馬さん、この馬さんから実はあの先祖代々脈々つないでいったよっていうのの代表格にそのノーザンテストがあったんで、どういうことなんだろうなと思って、ね、はいはい、もうノーザンテスト自体はねもう30年以上前の種牡馬なんですけど、うん、今の社大スタリオンステーションという一番大手の種牡馬の、まあ、を抱えている種牡馬場があるんですけど、そこが、飛躍するきっかけになったのがノーザンテストという種牡馬で、うんうん、もう30年以上前ですね。あれ70年代の生まれですから確か。で、そのノーザンテイストが活躍がたくさん出したんですよ。あ、うん、ってことはもう遡って遡って遡ったらみんなどっかにノーザンテイストの血が入ってるっていうもんでもないんですよね。あ、そうなんですか。はい、で、あのもちろんねノーザンテイストの血を持ってる馬いっぱい残ってるんですけども、うんうん、それこそあのステイゴールドからいるあのオルフェーブルの子とかも全部、うんうん、まあ、ノーザンテイストの血入ってるんですけど、うん、その後ね社代は、社代スタリオンはあのサンデーサイレンスっていう、まあ、大成功する種牡馬を、うんうん、もうそれこそ日本だけじゃなくて、まあ、今となっては日本だけじゃなくていろんなところに血が、まあ、広がってる大種牡馬がいるんですね、うん、それが、2090年代後半とかに3区出し始めたんですけども、そのサンデーサイレンスがものすごく影響力が大きくて、ノーザンテイストもまあそれなりにあの、うんうん、たくさん種牡馬を残しましたし、うんうん、あのインバもいっぱいインバ残したんですけども、それこそ、その後にサンデーサイレンスが全部塗り替えた感じに。そうなんですね、はい、じゃあ今遡るとサンデーサイレンスが今ね多分ね出走馬の8割か9割ぐらいは持ってるんじゃないですかね、サンデーサイレンス。そうだからなんか実はみんなつながっていて、じゃあみんな親戚なんですね。あ、まあ、人間的には親戚ですけど、でもそもそもサラブレッドなんてねずっと遡ればフケが3つぐらいしかならないんで、あ、なんかその辺でね、まあ、そうただそういう風な大種牡馬がいて、要はあ、そこから分家みたいになるわけじゃないですか、はい、まあ、ディープインパクトがいて、うん、そのまあ、ステイゴールドとかオルフェーブルみたいなのの系統がいて、まあ、ちょっと遡れば一緒なんですけど、うん、これがまたあのちょっと遡ったら一緒なのに分系したらもうすごい特徴がいろいろある違うわけですよね。でまたその面白いその血統内のまあ言ったら勢力争いみたいなのがあって、これがまた面白いもんで、一番反映してるっていうのが最終的に残るとも限らないんですよね、必ずしも。これがね難しいというか面白いというか、奥が深いですね、うん、血統は調べれば調べるほど。そうですね、はい、それこそ、まあ、ノーザンダンサーっていうのがそれノーザンテイストのさらにお父さんのノーザンダンサーっていうのが一応、うん、まあ、最初のまあ多分一番、近代では一番大きなインパクトを与えた種牡馬なんですけど、うんうんうん、その系統がどんな形で残ってるかっていうの、まあ、ヨーロッパで残ってたりニュージーランドで残ってたりあのオーストラリアで残ってたりするんですが、じゃあそのこの後じゃあ何十年経ってじゃあノーザンダンサー系のどれが残ってるかっていうのは意外に分かんなかったりする。今ねガリレオっていうねそのノーザンダンサー系で一番発展し一番活躍馬を出したぐらいの種牡馬がいるんで、うん、いいですけども、じゃあ、ガリレオの子が種牡馬としてじゃあ大活躍してる、まあ、活躍はしてるんですけどちょっと他に勢いがあるのが出てきたりみたいなのがあってね、じゃあその血統をずっと続いてこうなんですか、ずっとその種牡馬として血統が続くかっていったらそうでもない、わかんないです。で実際ノーザンテストはもうほぼ不景はもうほぼなくなってるはずです。もう全然ゼロになった方まではちょっと確認してないですけども、一時期はたくさん種牡馬いたんですけど、うんうん、その後、ほぼほぼ
縮小していっていなくなって、じゃあもしかすると30年40年経ったらもうディープインパクトもシューってなる可能性もある、ね、まあ、あの現状ね、さ全く可能性がないとは言わないですけど、ちょっとさすがに大丈夫かなぐらいの広がり方ですね。ディープ、まあ、ただねそれこそ、まあ、サンデーは大丈夫ですけど、ディープは、まあ、まあ30年だったら大丈夫ですけど、100年だと分かんないかなとは思いますけども、まあまあ、その辺を、ね、担うのが、コントレールであったり絆であったりというような、まあ、そう次世代のディープインパクトというかね、ディープインパクトの世代になってくるわけですね。なるほど。で、まあ意外、まあ、今ディープの種牡馬がすごく多いんですよ。今日本でも、ね、40頭ぐらいいるんですけど、でじゃあ、まあ、これがじゃあずっと続くかっていうと、本当に他から急にボーンと来る馬がいるかもしれない。でそれはじゃあ3台ぐらいも分かれた馬なのかもしれないみたいな感じで勢力争いをしたりしてるわけですよね。本当に完全に同じお父さんお母さんから生まれた兄弟もいるわけじゃないですか。いますね。それが同じレースで戦ってるんですもんね。まあそうですね、そういうことも、まあまあありますね。それで1着2着とかもあるんですか。もう、G1 だとねちょっとパッと思いつかないですけども、まあまあ兄弟ワンツーぐらいならあるんじゃないですかね。まあ珍しいのは珍しいですけども、馬もきっと裏に入ってからハイタッチしてるんでしょうね、俺たちやったなとか。いやいやそうかもしれないですね。いやいや、そこが父ちゃんと母ちゃんに感謝みたいな感じですよ。いやそこが違うんですよ。あれやっぱ競馬ってやっぱ勝たなきゃ意味ないんで、はい、負けた方はねクソって思ってるわけですよ。結局ね1着と2着の価値がものすごく違うので競馬がね。そうですよね、確かに。あの2着でいいってことはねもうほぼないんですよね。なんでね、でもなんか、ね、それはジャンプみたいでいいですよね。ジャンプ、そうなんか俺はこいつを勝たせたいんだって騎士を背負いながら戦い合ってるのかもしれない。そうですそうです。あのね、マキバオとか受けたのもそういうところがあるんだと思うんですよね。まあ、先ほどありました、まあ、奇跡の決闘ですけども、もうねディープインパクトが、まあ、母父に入ってこういう活躍馬が出てるのがもう時代を感じさせるんですが、ね、もうだってもう2代目ってなってるわけですね。そうですね、もうね、でここにサンデーサイレンスの名前がありますね。ディープのトップさんがそうですね。でこう今このサンデーサイレンスの名前が入ってない、その3代までにこの名前がない日本の馬を探すの自体がもう結構大変なぐらい、まあ、もちろん外国から輸入したものは別ですけども、この3代ずっと日本で作っててなおかつ3代入ってませんってなると、まあ、割と要はそういう目的で、繁殖してる馬じゃないと、飼えていなかったりするぐらい普通にもう入っちゃう時代になっておりますね。ってことは、まあ、次はディープインパクトが3代目にいないことはないっていうふうに今なっていくんですか。なっていくかもしれないですし、まあ、なっていきそうですね現状ね、はい、あのでそういうふうにねこう華麗なる一族っぽいこう広がり方をして、でもあの時にはそういう中で大繁栄しながら、しぼんでいくようなところもあったりして、ちょっとなんとなく大河小説っぽくてね。いや本当そうですよね。楽しいというか楽しい。茨城もいつの間にか、ね、乗っ取られちゃいましたもんね、気づいたら、ね、そうなんですよ。そうなんですよ。分かりやすい、はいはい、ね、乗っ取られることもあんなに繁栄してたのに気づいたらですね、はい、そうですそうです、あの そのような感じで、あの意外にねどんなに繁栄してても永遠ではないっていうのが、まあ、この儚さがまたいいんじゃないですかね。幕府は永遠ではない、だから今でいうソダシとか奇跡とかがそこに入ってくるんですね。あ、そうですね、もうソダシとか多分ね、あと15年後ぐらいしたらこの辺に名前がもうワイちゃんとかになっちゃうのかになっちゃうと思うんで、そうですね、そっか、そうですそうです、馬が育つのも早いですし、レース出るのは2歳とか、そうですなので、はい、15年ぐらい経ってこの辺にソダシの名前があった時にこことかにね、思うわけじゃないですか。そうですよね、育ちだって、そうですそうです、バーバなんだ育ちみたいな、あの競馬続けていくとこの配合表はどん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 知ってるまで埋まっていくので、それがどんどん楽しくなって、そういうのね、そういうのがね楽しい人っているでしょ。わかります。でも私もアパパネがいたらちょっと買いたくなるかもしれない。そうです、そういう風な感じで、ね、あの実際はアパパネとか僕現場でオークス見てたんで、うん、あ、アパパネの子なっていうのはやっぱ感慨深いわけですよ。そうですよね、でそういうのがだんだん増えていくとこうあれですね、こういうなんかコレクション欲みたいな感じで楽しくなってくる、箱推しみたいな感じ、うん、そうですそう、そういう感じで楽しくなってくるんで、うん、そうなってきたらもうねもう一生離れられませんので沼ですね、はい、沼になっております。ありがとうございます。千葉さん、あの、うん、私も、まあ、まずはねいろいろ覚えなきゃいけないことありますけど、ちょっと血統も気にしながらね、うん、やっていきたいなって。そうですね、勝った馬何ぐらい、あのお父さん何ぐらいで構いませんので、うん、はい、そうすることで、どんどんとなんていうか、まあ、知識が広がっていくとね、なんとなくね楽しくなってきたりするんですよ、これがまた。千葉さんありがとうございました、はい。
さあ、そしてあっという間にエンディングの時間でございますけれども、はい、どうでした、明坂さん、今日は未来予想です。そうでしたね、うん、全然予想がつかないところだったんですけども、奇跡が走ってくれることを祈って、うん、ちょっと応援してみようかなっていうのと、その奇跡の決闘が、ね、うん、知ってる馬ばっかりだったっていうのも結構びっくりしましたし、面白い話がいっぱい聞けて、うん、なんか今度からどんどん競馬にのめり込みそうで怖いなとは思いました。まあ、あれですよね、本当ね、全国1000万人が実況を聞いてる声なんて相当いないわけですからね。確かに、ね、ある意味でね、こうもうせっかくだからおいでよこちらへって感じですよね。あ、川渡っておいでよみたいな、ね、悪魔の声に聞こえますけれどもね、はい。さあ、そして今回千葉さんにお話を伺いましたアルゼンチン共和国杯のレース展開ですとか買い目情報などは、うん、枠順が確定した後にロガールのノートで千葉さんが公開しますので、ぜひそちらもご覧ください。明坂さん、2週にわたって来ていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また沼にはまったらぜひ一緒に。いや、もうそうすると私多分競馬場にも多分次いると思うんですよ。いてなっちゃうとかありそうで怖いですよね。もうなんかあれですよね、ちょっとますますあるの、本当なんかお一人様が上手になっていく、ね、ちょっとそういうこと言わないですよ。ソダシちゃん、ソダシちゃんの話ですからね、はい、ソダシちゃんの話ですね、うん、はい。ということで、ぜひ番組にもまた遊びに来てください。はい、ありがとうございます。皆さん、今週もご覧いただきましてありがとうございました。それでは皆さん、良い週末。